暴力対武力、この対戦に込められた期待は実に想像を絶しております。もはや我々には見守るしかありません。はじめさんが格闘技の技を なんと遠回し回転蹴りです。160キロを超える花山がその全体重を乗せ遠回し回転蹴りをやってのけました。恐るべし喧嘩師、恐るべし花山薫。見下ろしている花山とどめを刺しません。まるで起き上がるのを待っているかのようだ。花山とどめだ。喧嘩の美学か。なんとも虫巣が走るような美学だ。君ら任侠道に比べたら武道の方がはるかにえげつない。その甘っちょろい喧嘩の美学とやらのせいで君は今最大にして最後のチャンスを失った。強くなってる。前よりもはるかに。さあ控え室での続きを始めようか。この男の格闘センスは計り知れない。160キロを超える体重で飛び技など通常はありえない。鷹をくくったが喧嘩日本一という肩書き伊達ではない。何を考えてる。あの構えから単純にパンチを繰り出そうというのか。究極と呼んでも差し支えないようなこの戦いのレベルで。ハサミ殺し。あのダメージで、受けが通用しない。極道パンチが天才オロチカスミの防御をぶち抜いた。なんという強さだ花山薫。空手の高等技術蹴り足ハサミ殺しが怪物花山の繰り出すゴーダの前にあえなく砕け散ったのです。オロチカスミ、かろうじて蹴りはかわしましたが、この姿にもはやエリートファイターの誇りはありません。これは防御というより避難と言った方が良さそうです。おいおい、どこが空手だよ。どうした空手だ。勝つよ、それでいい。逃げた天才オロチカスミが明らかに花山薫に対して背を見せました。そうと負けるくらいなら逃げる。たとえどんなに惨めに見えようと、俺の行動は全て勝利に向けられている。あと10秒ダメージを負わなければ俺の体内に反撃の体勢が整う。7 6 5 4 3 2 1。タイムリミットだ。水月の踏み台に肩へ駆け上って膝蹴り。ありえねえ。蹴り込んだ水月を踏み台にして肩へ駆け上がっての蹴り。この
実に SF チックな離れ技を使用するある高名な空手家を原作者は知る。本人の希望により名は伏せるが、事故を発狂寸前まで追い込む荒行を条件にこの技は実在する。君の見せた喧嘩美学、心より感謝する。そして喧嘩にかける心根、見損なっていたことを今はっきりと認める。しかし勝ったのは私だ。化け物め、正中線試練好き、あんなもん写真でしか見たことねえ。勝った、悪撃だ。出よった。相手の獅子を上下から握り、逃げ場を失った血液を圧縮して内側から破壊。単純にして強力。フルタイヤを引き立つとさえ言われる花山薫の握力、その超握力をして初めて成し得る絶技だ。いてえ。しかし花山のダメージも深刻だ。そう、新進会空手の秘技、正中線試練突きをまともに食らったのです。花山、チャンスだ。一気に潰せ。克実、反撃だ。空手の意地を見せてやれ。思い上がってんじゃねえ、このチンピラ空手家が。ゴロ付き相手に苦戦するチンピラがおだてられ甘やかされ、いい気になってリーサルウェポンなどと。克実、おめえの一体どこが最終兵器なんだい。おめえなんざどこにでもいるただの二十歳のガキなんだよ。その通り、分かってる。俺ただの、まさか正面から殴り合う気か、あの花山と。俺は空手界のリーサルウェポンだぜ。てめえら、てめえらとは才能が違う。死ぬか、死ぬか、克実。グラップラーバキッ。